待ってくださいね。 iPad がいい感じに動かないので、一旦スマホでやります。あ、消そうじゃないこれ。あ、いけたいけた、つまりだからね。オッケー。お腹すいたな。おはよう。見えてますか？通勤電車なう。それはね、もうさぞ大変でしょうに。満員ですか？私満員電車もすごく苦手だから、すごい今日も毎日毎日朝、ね、通勤してる人とか学校通学とかしてる人。昨日乗せましたけど、まとめたらね、こんな感じになりました。見えますかね。できそうなのまとめたらこんな感じになりましたので、これはちょっと1、2、そうだな、ちょっと微妙なラインのところがあるから、これいつまでだっけ。いつまでだっけな。でも 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 はあるから、20はあると言ってもデッキ微妙っていうのがいっぱいあるから、今すぐできるってなったら 1,2,3,4,5,6,7、7、8、9、10、11、12、13かな。でも13もあったらさ、いっぱい楽しめるよね。ワンピース配信は絶対やる。ドレス配信、大喜利、友達と電話とか、友達と方言配信とか、でお悩み相談室、恋のお悩み相談室、ギター配信、もぐもぐ配信、同じもの食べよう配信、お絵描き配信、カラオケ配信は絶対やります。あと浴衣着物配信、コスプレ配信、まあ、この辺できそうですねって思います。なんでちょっとこれ充電がやばいから、セスさん、バラ、お花の子、花子さん、レインボースター、ありがとうございます。仕事行ってきますね。いってらっしゃい。ありがとう。
3日か、絶妙だね。たきくん、楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、まさとしさん、だるまありがとうございます。そう、いや、めっちゃお腹すいた。村瀬さん、ハートありがとう、ありがとうございます。仕事行ってきます、いってらっしゃい。これはね、8時15分までやりますので、皆さん、よろしくお願いします。そらさん、ハートありがとう。おじゃまパジャマさん、レインボースターありがとう。だるま500、だるま祭り、あら、だるまありがとうございます、たくさん。おはよう、おはようございます。あ、一旦スマホでいいじゃないよ、もう iPad の時。今日も頑張るんば。人のをね、自分のもののように使っていく人。はよー、え、本当にお腹すいた。私朝めっちゃお腹すくんですよね。いや、日によるんだけどね、めっちゃお腹すく人、全然もう夕方というか3時ぐらいまで全然平気な人あるんですけど、今日めっちゃお腹すく。まさとしさん、だるまありがとうございます。そしてかばきちさんも、だるまありがとうございます。2時、そう、お腹す、そう、朝でもお腹すかない時、全然すかないんだよね。何食べたい気分。なんだろう。でもね、そう言われるとね、食べたら気持ち悪くなりそうなんだよね。なんかお腹は空いてるんだけど、何か取り入れたら。
気持ち悪くなりそう。だからお野菜ジュースとかにしようかな。野菜ジュースって意外とさ、お口満たされるよね。そうなんですよね、私。そう、水分を取るのが苦手だから逆に水分取ったらお腹が膨らむのよ。お腹というか、まあ、胃が膨れるんですよ。コーマーチーさん、鮭ありがとうございます。そうだから今、ね、とりあえずお水飲んでいる。てかすっごい冷房つけて寝てたからさ、今もう切れてる。冷房つけて寝てたからさ、超喉と目がバッキバキに乾燥してて、朝起きたらびっくりした。私寝てる時に目をこうやって完全に閉じれなくて、見えてる？ここ開いてるの。そうだからすっごい目乾燥するんだよね。これ多分軽く閉じてる状態なんだけど、ここに隙間があるの分かる？ここぐらい開いちゃう多分。そうだからめっちゃ乾燥するんですよ目が。だから起きた時にね、やばい時はもうなんかまばたきできないぐらいパキ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 乾燥してる。ね、常温の水はもう美味しくないな。おはようんです。おはよう、おはよう、みんなおはよう、みんなおはよう。やばい、めっちゃお腹すいたけど何食べたいか分かんない。何食べたいって言われたら、何も食べたくないって感じなんだよね。何食べたいんだろう、普通に考えて。いつの日のリハは始まってるのですか？もうちょっとで始まると思います。あれ始まってる人もいるのかな。もうでも始まるんじゃないですかね。そう、今回は西と東に分かれてるのでね、あのね、人によってはって感じ。多分あまり全体をがっちり把握してないけど、エイトで開催されますように。ほんまにそれですね、本当にそうですね。九州豪雨すごいなって感じか。大丈夫？そう、あの親戚とかね、もうね、あの川原家ビッグファミリーっていうでっかいラインがあるんですけど、でっかいラインというか、もうなんかね、川原家のみんなが入ってるラインがあるんですよ。もう、まあ、ばあちゃん、パパの兄弟ですね。パパの弟、パパの妹、パパの妹のそのそれぞれの家族全員みたいな。そう、そうそう、そのラインでね、みんな大丈夫みたいな話は飛び交ってましたね。あれ飛び交ってたっけ？
クファミリーね。ビッグファミリーじゃないか。各それぞれで雨大丈夫かって。頑張って、ありがとう。マイメロのやつかわいい。いや、私も一生加熱されたとこがめっちゃ痒いんだけど、でも書かない方がいいのは分かってるんだけどさ、なんかさ、今年加熱された人いるもん。なんかすごいんだけど、本当に大丈夫かなこれ。かわいい。ほんで足首に一周刺されてるんですけど、こうやってでん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 って。そう、で宮崎もなんか手首にこの辺ブワー刺されてたから、かわかなこれ。でもね、刺され方は蚊なんだよ。普通にもう蚊のこう蚊の刺され方こんぐらいな。でも私が書いたからかわかんないけど、あ、なんかね、もう赤くなっちゃって。しかも普通に雨上がりぐらいに刺された、外で。そう、スキニーを履いてたんです。スキニーなんかちょっと足首が出るぐらいのやつ履いてたんですけど、ちょうどそこ狙われました。マジで頭いい、本当に頭いい。何買った頭いいよね。買いじゃないんじゃないって思うよね。でもさ、みんなさ、私の周りみんな蚊に刺されてこうなってるんですよ。驚くぐらい。翔太さんもここにバーって刺されてたし、確かここか、手にバーって刺されてたし、宮崎も手首に刺されてたし、なんだろう、塗り薬。そうね、かゆみはね、全然気づかなかったら痒くないんだけど、なんかこう触れたりとかしたらさ、痒いってなっちゃう。だから冷やしてます、私。なんか冷やすのがいいって言うからさ、全然冷やすとね違いますよ。頑張ってください、パラポリカさん。初見ありがとう。なんかこう赤いんだけど、友近さん、ハートありがとうございます。すぐ大雨警報出た。もうね、でもね、他県から見たらどうかわかんないけど、他県の人から見たらどうかわかんないけどさ、言うて大雨警報慣れてんだよね。そう、だから、あ、大雨かってぐらいなんだよね、私たちからしたら。ああ、また警報出たのか。で、そう。ああ、今年もやってきたかーぐらいの。唇むにゅってしてみて。むにゅって何？むにゅって何？お部屋を片付けないと。おはよう、おはよう、おはー。これもひーちゃんが言うでしょ。やっほー、おはー、おはー。で、結構降ってますね。そうそう、もうなんか今年もこの時期がやってきたかって感じ。本当に
本当にね、まあ、今年雨がね、こう梅雨の梅雨って言ってもね、今梅雨なんじゃないかぐらいで降ってますけど、ね、だから農家さんにとってはありがたいんじゃないでしょうか。まあでも、ね、降りすぎたら降りすぎたらちょっとね、あ、え、ちょっと調節してってなるけど、ってなると思うけどね。柔らかそう、柔らかいかも、わかんない。雨やばいよ、みんな気をつけてね、足元とかね。まだ切れたね、ドアップも余裕って感じ。ありがとう。そう、あんまりなんかできものはできないんだよね、ありがたいことに。かわいい、ありがとう。っていうか、和親さんハート、そしてベルちゃん会長さんタコタコ、ありがとうございます。眠そう、大丈夫？なんか目がかゆいんだよね。ここが乾燥かな、多分乾燥だと思うんだよね。そう、ちょっと冷房つけてたから空気が乾燥してるんだよね。雨ですね、私も雨めっちゃめっちゃ嫌だから、早くこの時期が終わってほしい、本当にとめっちゃ思います。それかなんか大雨とかやめてほしい、ちょっとちょっと、久しさんだるま、ありがとうございます。今なんかピョンさん、初期おはよう、おはよう。セミの声で目が覚めた。もうな、夏ですね。なんか勝手にエアポッツが反応したけど、そうだった、エアポッツですね。そう、エアポッツして寝たりするんですよね、よく。それで朝、あ、どこだっけ、やっぱつ、まあ、取れますからね。そう、
川原って全部母音がだね。そうだよ。私あ行かい行しかないですから、川原美咲。セミね、私もなんかセミの鳴き声を割とね結構前に聞いたんですよね。さっき文字打って思った。そうやろ、そうなんですよ。だからもうパソコンとかめっちゃね便利、ずっと A に手を置いて川原って見えればいいから。今から仕事行ってきます、いってらっしゃい。私もそうですね。リボン、リボン、リボン。これか、これだな、髪の毛だな、これ。せっかく前髪いい感じに切ってもらったのに、野口さんに。すぐ伸びるんですよね、私。スピンでも綺麗、ありがとう。ほぼスピンでやってるけどね、ショールーム。結婚しよう、愛してる。ライスならいいよ。覚悟はあるんだろうね。たっくんさん、初見ありがとうございます。まあ、前回私のショールームで明らかになった、あ、15分や。ほんなら終わろうかな。まあ、覇王色の覇気が使える神以上、神様以上、スーパーサイヤ人が絶対っていう条件が、あのみんなが基準だよってなった瞬間に、こうみんなのレベルが高いゆえにそれ以上になってしまうんですけど、大丈夫ですかね。覇王色の覇気とか使いますか、ちゃんと。で、神様以上の地位を持ってらっしゃって、あのスーパーサイヤ人であれば大丈夫です。はい、13お花の子、花の子さん、12おじゃまパジャマさん、11きょうむにゃんさん、10ひさしさん、9位そらさん、みさのは8位ねるねるねるんさん、7位まさとしさん、6位こげぱんさん、5位あのねさん、みさが最高、4位いしひろさん、3位ラスカルさん、2位ベルちゃんかじゅうさん、1位つむじかぜさんでした。ということで1824人ありがとうございました。あの通勤前とかね、皆さん見ていただいて、それではおやすみ、おやすみじゃない、その夜配信の癖ですね、バカバカ。今日夜は、そうだ、夜配信はね、何時って言ってたっけな、ちょっと急げ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 、19時半から8時にしてるんですけど、ここの枠でちょっと長めに言えるかもしれない。ここの枠でカラオケとかしようかなって思ってるので、皆さん見てくださいということで、1880人ありがとうございました。バイバーイ。